こんにちは、ナビゲーターを務めますサイエンスコミュニケーターの綾塚達郎です。どうぞよろしくお願いします。さて今回はこちら、今年リニューアルいたしましたパンフレットの紹介を行っていきます。実はですね、名古屋大学理学部に入学した学生の中でですね、まあ、結構パンフレットを命題に入る時に参考にしましたよという学生さん結構多くてですね、まあ、パンフレットが非常にいい情報になっておりますので、ぜひ紹介させてください。では早速いきましょう。まあ、最初なんですけれども、あの寺崎一郎理学研究課長、理学部長の挨拶から始まっているんですけれども、あのぜひ寺崎先生はですね、前の動画でも登場しておりますのでご覧ください。で開きましてですね、例えば新しい植物ホルモンの発見、植物の成長や環境応答を支える巧みな仕組みみたいなのがあるんですけれども、細胞、植物の細胞がお互いにコミュニケーション、まあ、しながら、あの体の形を決めてるわけなんですけれども、まあ、その時に使うホルモンが新たに5種類発見されたと。根をすらりと伸ばす、必要に応じて根からの窒素栄養の取り込みを変化させる。ダメージを受けた細胞の隣の細胞はあらかじめ防御体制に入るなどの仕組みの背景には、こうしたホルモン介した巧妙な細胞間コミュニケーションが存在。すごいですね、会話してるんですって。すごい、なんかこんな感じですね。まあ今植物だけ取り上げましたけども、あの具体的にへーっていう研究の紹介がね、すごく端的にこう説明されてますね。はい、ではこのページですけれども、分属制度という制度を見ておくのがとっても良いんじゃないですかね。分属制度というのは、1年次はあの各学科にまず配属されないと。数理学科、物理学科、化学科、生命理学科、地球惑星科学科、これは全ての学科の勉強が1年生の間できると。ではこの後ですね、数理学科、物理学科、化学科、生命理学科、地球惑星科学科と進んでいくんですけれども、面白いですね。例えば数理学科、ここでは河村智美先生の研究が紹介されているんですけれども、これエピソード面白いですよ。河村先生、私の場合研究、こう数学の研究を進めていく時のきっかけなんですけども、私の場合人の頭につむじがあるわけを数学で説明できると聞いて、それは面白そうだと。なぜつむじがあるのか、普通は生物の話かなと思うでしょうが、よく考えてみれば図形ですからねと。まあこれで数学を選んで、まあ、研究をの世界に入っていくということなんですけれども、あ、そうなんですね。まあ、こんなことを聞くと数学科が非常になんかこう身近に思えて面白いですね。なるほど。あともう一つちょっと紹介してみましょうか。物理学科、田村陽一先生ですね。例えばここに書いてますね、私の研究は宇宙で一番遠い銀河を探すことですと。そのために装置を作り、望遠鏡に搭載して何度も入れ直して宇宙からの光を検出する。天文学ではそれをファーストライトと言いますが、成功した夜は南米チリの夜空の下、みんなで走り回って喜びましたというふうにありますね。で実はですね、結構宇宙のことについて勉強をしたい、研究したいというコメントをいただくこともあるんですけれども、例えば、他にも地球惑星科学科のところを見てみると、こちら道林先生による紹介ですね。扱う分野は、私は地球のマントルの研究ですが、地質や大気水圏、生態学や地球環境、そして惑星としての地球を知るために、小惑星や探査機ハヤブサに関わる分野もあって、幅の広さが自慢ですと。で、何と言いますか、こう惑星としての地球を知る、宇宙関連ではあるんですけれども、まあその先にこう地球を、なんとなく惑星としての地球っていうのを見据えながら、地球を出て他との惑星の比較、衛星との比較とか小惑星との比較ということで、まあ、宇宙関連ですけれども、まあ、その先にこう地球を見据えているというか、まあ、そういった宇宙の、まあ、学び方もあるわけですよね。はい、という感じですね。全部は読み上げられませんが、こんな感じで、すごくですね、生き生きと、その先生が何を考えてどんな研究やっているんだみたいなところ、すごく具体的に見えてくるような紹介をここに載っているんですね。
まあ、実際こう大学そして学部を選んでいくっていう時にどういうふうなキャンパスライフ、そのキャンパスの様子がなんかこう過ごしてて楽しそうなところなのかとか、あの、ね、建物とか綺麗なのかとか、実はそういうところも結構大事じゃないですか。でこのパンフレットね、そういうキャンパスライフですとかそのキャンパスの写真とかも結構ね載ってるんですね。で例えばこれが名古屋大学理学部のキャンパスライフ、ということでですね、見開き1ページでドーンと載っていたりするんですね。でまず1年生はですね、ここ全学共用棟というところで過ごすそうですね。で、他の理系文系の学生たちと一緒にほとんど講義を受けていますということで、あの先ほど文属制度でこう理学部1年生は学科を決めずにいろんなことが学べるというふうにありましたけれども、まあ、全学共用棟はですね、もはや理学部だけじゃないいろんな学生さんがこういらっしゃるということで、まあ、そこでもね交流とかありそうですよね。中央図書館とかね、ここいいですね。これあの1階にスタバとか入ってますからね、あのすっごいおしゃれですよね、うん、私もスタバたまにですけど行きますね。あとあの豊田講堂というのがあるんですけれども、この講堂の前にすっごい広い結構広い芝生があるんですよ。あそことかでね結構キャッチボールしたりのんびり過ごしたりしてる方いらっしゃいますね。あと名古屋大学理学部のキャンパスライフ、まあ、2年生からはですねあの理学部の、まあ、施設がより集まっている方にで過ごすことが増えるんですけれども、のより記念物質科学研究館、物質科学国際研究センター、すごい、ね、ガラス張りでこうそびえ立ってますよね。まあ、あと、素粒子宇宙起源研究所 KMI、 これ KMI というのは小林益川インスティテュートの略ですけれども、まあ、そんな研究所が入っている ES 総合館ですとか、トランスフォーマティブ生命分子研究所 ITBM というこの研究所が入っている、ね、建物があったりですとか、まあ、結構ですね、立派な建物で、まあ、設備も良くて、でもちろん非常に親切な先生方も多くてですね、学生の皆さんが、まあ、学ぶそしてこう自分のこう実力を伸ばしていくっていうのに これ以上ない施設そして環境が整ってるんじゃないかな。もうそれは人そして施設ともにですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、これで理学部ってどんなところだろうっていうねことが分かるだけじゃなくて、まあ、非常に研究内容とかこうすごく簡潔に分かりやすく具体的に書かれている部分もありましたので、まあ、ある意味これを見て自分探し、自分の興味がどこに向いているのかっていうのを、まあ、探せるんじゃないかっていうのをすごく思いました。今回はですね本当にもうわずかな部分しか紹介できなかったので、ぜひ、名古屋大学理学部のパンフレット、お取り寄せかまたはデジタルパンフレットで、覗いてみてください。では改めまして本日もご視聴ありがとうございました。